んこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙やあなたの目の前までパソコンまでガラケーは使えないよみたいな感じになっておりますというところでね、先週に引き続き似たようなじゃ同じ人が出てる似たようなじゃな同じ人がいるねって感じになりますけども、また本編でねたくさんお話ししたいので、ちょっとオープニングはこれぐらいで切り上げます。 CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、皆さんお帰りなさいませというところでね、なんか先週は真っ白い人たちがいっぱいだったんですけどなんか ぐっと大人になったな、三つ子な感じでございますけれども、またね先週に引き続きお二人は連続でご出演いただいたのでよろしくお願いいたします。改めましてまた自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、改めまして、水江拓也と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今 MVP チームということでですね、はい、自分のメソッドというのを立ち上げて、うん、メンタル、ビジュアル、見た目ですね、そしてフィジカル、体型ということを3つを、はい、投げかけてコンサルティングっていうのをやらせていただいてます。うん、でそれをね一人一人にこうやってお伝えさせていただくことで、うん、本当のね自信をこう掴んでもらおうということで、そうなんですよ。で各役割でリーダーを作っていただいて、うん、で主にメンタルっていうものを、はい、担当とさせていただいて、うん、今そういうものを多くの人に届けています。よろしくお願いします。なんすか今の間は今の間は見えない、こっちから撮る撃たないの撃たない、ごめんなさい、これしてね、これほんとこっから撮ってほしいで、毎回言うんだけど、はい、これはここに出る人が見えないの、ね、ごめんなさいね、こっち側ね、ごめんなさいねって感じで、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、そしてミキさん、自己紹介お願いいたします。はい、彼と同じチームでさせていただいてます、はい、ビジュアル・フィジカルトレーナーのタイミキと申します。はい、であのビジュアルでは主にヘアデザインを、はい、で、フィジカルでは主に体作りを担当して、はい、担当しております。はい、はい、なんかほんとさ、先週から話してるけどさ、うん、ミセスジャパンで出会ったわけ今年ね、うん、もう何回も言うけどちょっと変わったよね。あのこれってみんなどっちに変わったのと思う人もいるんですよ。変わったねって、うん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 、で悪く変わったら言わない、うんうん、人間って、まあまあまあ、なんかよ、いくなってるよくなってる、うん、よくなってますねって感じ。ありがとうございます。なんかあのなんていうのか、もともと明るかったし、あれなんだけどなんていうのかな、自信がついてきてるっていう感じかな。ミキ、あのミキさんだけにミキって言ってるわけじゃないけど、まあ、自分のミキがあってなんかねすごい太いんだけど、なんかちょっとね幹が空っぽだった感じなの、隙間がいっぱいあった感じなんだけど、うん、そこをまあミセスジャパンで経験したり、うん、こういうすごい皆さんと出会って、うん、その幹の中のスカスカの部分がなんか栄養が与えられてこう、うん、みっちりパンパンに太くなったっていう感じがすごいします。もっともっと太くなっていってスターになるかな、うん、マネージャーしますよその時はみたいな感じでございます。よろしくお願いします。私のマネージャーが出てそうだよね。いや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 ってね、感じでございます。行くよ。大丈夫。かっこいい、落ち着いてた。ね、リハーサル通りよろしくお願いいたします。はい。あ、そっちから。ごめんなさいね。ごめんなさいね。はい。あ、水江優斗って言います。はい。はい。はい、わかりました。じゃあお名前だけで行きましょうか。はい、はい、ごめんなさい。はい。はい、石津レオナと申します。はい、よろしくお願いします。木下リオトと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ木下さん、ちょっとマイクねそのまま お持ち係でよろしいでしょうか。はい、というところで先週は、ま、アダルティーな感じでね、はい、もう大人でご家庭も持ってま す、ね、お子さんもいらっしゃいます。いろいろなプロフェッショナルでもう十何年やってますという方たちが多かったんですが、ということで見てない方は、はい、シャナナ TV のエレガンスマダムのカテゴリーに行っていただきましたら先週のアーカイブ上がっておりますのでそちらの方でご確認くださいって感じなんですけども、お二人じゃなくてごめんなさい、後ろの三人衆はなんかウィウィしいよね、なんかあのスーツに着せられてる感じが
あのちょっと着慣れてないからちょっと堅苦しいっすよねみたいな感じがあるんですけど、あリーダーの方からご説明の方いただいてもいいですか。そちらのリーダーがいきますか。じゃあまずどっちがいい、あリーダーはリーダーどっちの、あリーダーせあのどっちがいいですか。もう分かんなくなっちゃった。はい、説明を。じゃあはいリーダー、はい、僕から、はいお願いします、はい、あコミュニティはあの MVP メソッドとは違うんですけど、僕ら違うの、あ、はい、そうなんです、ね、僕ら自身でギブアシーっていう学生のコミュニティを今作っていってまして、僕ら学生なんです。だからか、いつもはジーンズとかなんかラフな感じなのね、うん、はいはいはい、で、はい、あの僕たちはあの学生のセミナーということで運営をしていまして、学生に対して学生が行ってる、はい、そうなんです、学生の視点で学生に向かって、なるほど、はい、考え方をもうどんどんポジティブにやっていこうよっていうことを発信していってます。そうだね、でもすごいそれ素晴らしいことですね。どれだけあの、ね、人生の先輩がいろんなアドバイスはできたとしても現状況いらっしゃる方たちのところまで下がっていくっていうのは想像ではできるけれども気持ちはついていけないんですよね。でもそういうところもされてるって素晴らしい。で誰が考えたの、あそんなところ聞いていいの、いいですか、リーダーいいですか、あこっちのリーダー、大きいリーダーと小さいリーダー、小さいと違うな、なんか思いついたらまた教えてくださいね、なんか面白い。どうですか、なんかでもそれを立ち上げようと思ったのは、ここいとこなんですよ。え、そうなんですよ、いとこなんですよ、はい、そうなんです、そうなんです。聞いた奥さん、いとこだって。そうなんです、でもちっちゃい時からすごい好きなんです。そうなん、いとこでもね、なかなか会えないとかありますけど、そうですね、すごい近かったんですね。近かったですね。そう、じゃあもうお兄ちゃんみたいな感じですよ。そうです、もうちっちゃい時からもうお兄ちゃんっていう感じで変わってもらってて、でセミナーにこう、うん、もうある程度二十歳を超えたぐらいから、はいはい、通い始めて、うん、でそこから僕自身のもう考え方とか人生が一気に変わっていたので、うん、すごい嬉しいです。いや嬉しいですね。ちょっと前まで本当くすぶってたんですよ。まあ本当いわゆる普通の学生だったんですよね。 あるけどなんかでも学生でぼやっとしない、そうなんですよ、うん、なんかバイトして学校行って遊んでみたいな、そう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 、うん、っていう状況だったので、まあ、本当もったいないなっていうところがすごいね、うん、すごいタイミングで、そして自分でやろうと思って、もう他の学生にもこれは伝えるべきだと僕の中で思ったので、それをもうどんどん発信していこうと思って立ち上げました、うん、鼻が高いね、レイと本当は低いんですけどね、うん、ちょっと横から見ないでください。本当すごい、すごいだよ、すごい高いもん。いや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 、そうね。でそれで、はい、あの小さいリーダーが仲間を、はい、お友達だったっていうこと？そうです、もともと。はい、はい、じゃあ、うん、次のマイク渡していただいて、うん、じゃあまあね、彼がそのように立ち上げて、うん、その話を聞かれたんですか？はい、そうですね、もう一回生の時からずっとゆうとくんとは友達だったんですけど、ね、はい、同じ大学で、はい、はい、常に一緒にいたんですね。はい、ちょっと近づけようかな。はい、すみません。で、そうですね、春休み、ちょうど2回生の春休みが終わったと同時に別人に変わってたんですよ、彼が。そんなに？そうなんですよ、メンタルってすごいよね。本当に別人に変わってまして、で最初はもう僕も違和感でしかなかったんですよね。でも、はい、そうだよね、別人でしょ、嘘みたいな。だったんですよ、うん、でも親切に、まあ、ゆうとくんは僕にこう手を差し伸べてくれたんです。優しい、はい、いや親切か、違うやろうぜ俺、ね、でも誰にでも言わないはず、多分、うん、自分だから、彼だから、うん、多分共有できるなって感じだからお話されたんですよね、うん、きっと、うん、はい、そして、はい、でそしてもう僕も変わりたいっていう意思はあったんで、はい、すごい、就活してそのままレールの同じレールに乗って就職するっていうのが本当に嫌だったんで、自分たちで何かを生み出そうっていうお誘いを受けて僕も賛同しました。世のお母様方ね、こういう若者もいるんですよ、ね、なんかいろいろ今世間ではね、なんかもうやる気もないんじゃないか、なんかもう逆言えばね、あの車もいる、いらないじゃないよ、うん、それがいい悪いじゃなくって、うんうん、車も別に電車あるからいいじゃん、まあ、確かにそうなん、うん、それも正しいけれども、なんかね、いい意味での欲とか、そうそう、うん、あの向上しようとか、うん、あのまあ、いろんな意味で豊かになろうとか、うん、お金もそうですけれども人とのつながりの豊かさとか、そういうのはちょっと欠けちゃって、うん、なんか自分が居心地が良くて自分だけが
がここにいればいいやっていうちょっと寂しい部分の方が世間に上がってる情報が多い中、うん、こういうねやっぱり若い方たちのお話を聞くと、うん、売れピですね本当に。いや頑張っていただきたいと思います、うん、ごめんねお待たせちゃんと振るから振るか俺はみたいな大丈夫よろしくお願いします。あちょっとマイク近づけてねお願いします。はい、僕はちょっとお二方とはちょっと年が2歳差があって、僕は1年生の時から、ゆうとくんと、うん、学校は違うんですけど、うん、バイト先で知り合って、うん、それも縁ですね、はい、でちょっと1年ぐらい一緒に、うん仕事をやらさせていただいて、はいはい、そこで本当にある日唐突にちょっと変わりまして、うん、バイトでもそう思うぐらい春休みって、ちょっと期間あるじゃん、うん、だから何かあったのかなと思うけどバイトでいきなり変わったぐらいな感じ、うん、目がもう変わっていて、でちょっと僕すごいでそこからちょっとこうやって新しいことをやろうと言ってちょっと先にバイトをちょっとやめてしまったんですけど、うんまあ、その後に僕も座れて、はい、一緒についていこうという形で今やらせて。でも何かねその内容を聞いてやってみようっていうのはもちろん人間であると思うんですが、ちょっと真髄聞くよ、これが決め手っていうところ。ごめんもう引かなかった今声が超大きくなってごめんなさいね。これが決め手だった俺にとってはこの言葉のキーワードとか何かもしあればで結構で、あごめんね変なこと聞いた。なんかあったりしない、うんうんうん、そうですね、うん、本当にちょっとまあ、眼差しが変わってるだけでももう決め手だと思うんですが、うん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 、言葉をつけるならばどんな感じがありますか、うん、そうですね、うん、1ヶ月ぐらいちょっとバイト先に辞めてしまったんで、うん、ちょっと会ってない期間があったんですけど、うん、そうかそうか先にね、はい、でちょっとご飯に行こうという形でさせていただいて、うん、でその時にこう深く話していただいて、うん、ちょっと一緒についてきてくれんかって言われたのが本当に感動して、うん、分かる、そこに嘘がないから、うんま、うんうん、っすぐだから目標が決まってるからってみんな幸せにしたいなって思われたからかな、うん、でもすごいね。なんか人生って本当誰と出会ってどのタイミングで出会って、うん、そこに自分の直感で、乗っかるというかね、うん、一緒に突き進むか突き進まないかそれは自分の判断ですけれど、うん、でもそこで選ばれたことは大正解だったんじゃないかなというふうに感じております。頑張ってください。戻るよ同じく、あ、彼に同じく決め手のなんかあった、はい、もうなんか別人だったからそこだけでもずっと入った感じですか、はい、そうです、もう一緒にやっていくっていう上でなんですけれども、うん、先月、あ、2ヶ月前ですね、はい、同じく僕ら3人で営業をやってまして、はい、すごいね、はい、営業のアルバイトをやってまして、うん、でやっぱり僕ら3人でダントツで、見せ方っていうんですけど一番こうストイックなんですよ、自分に、はい、例えば見せ方、ごめんなさい、はい、ちょっと細かく聞くとどういう感じか、例があれば見ている方もお分かりになるかなと思うんですけど、はい、じゃあちょっと細かくなってしまうんですけれども、うん、大丈夫、その営業の時間がですね、はい、朝の10時から夜の9時までなんですよ、うん、結構昭和だね、はい、すいません、分かる方は分かるかもしれない。今ね、リフレッシュなんとかとかいろいろありますからね、うん、うんうん、はい、で、普通、僕とかだったらなんですけど、うん、2時ぐらいまでやってそこから1時間2時間休憩するんですよ。とても暑い日だったんで、うん、はいはい、お昼を食べながら休憩するんですけども、うん、はい、もう彼はどんな時でも一人でフルで回るんですよ、うん、休憩すらしなくて、ご飯もその移動中に食べる、うん、なんかイメージ湧きますね。湧きましたか、はい、それを1日だったらあれですけどもうずっとやるんですよ、彼は、うん、もうそこにはもうその信頼っていうんですかね、こう信じていけるっていう、はい、もう見せるって感じです、はい、本当にそうです、ね、それでも僕はついていこうと確信しました、うん、なんか女の人がね、同性の女性に、うん、まあ綺麗この人とか言うのって、よく聞く話なんですが、うん、男性ってそんなに心動かされないと思うんですよ、うん、でもそれがついていこうって言葉が出るって、うん、もうますます動かないでやりますよ、仕事、うん、小さいリーダーもう夜中まで寝ながらでも動いてそうな、でも嬉しいです。あ、お前マイク渡していただいて、はい、はい、どうですかこのようなお話聞いて。いやもうちょっと涙出そうな。いやでもそれでしっかりみんなね、やっぱり見てくれてるんですよ、多分近しい人はもちろんのことながら、やっぱり大きいリーダーもあと先週出た皆さんもね、それは何かね、その行動を四六時中見てるわけではないけど、会った時に絶対その皆さんが目の色が変わってたというのと同じような感覚で、それがオーラとなって出るんですね、不思議、これって、なのでどうもすごいね。いやー、どうやって、どんな風に指導したの。いやいや、指導してない、もう頑張れっていう、
はい、でもすごいね、まあ、何かやっぱり通ずるなんか波動が一緒とか、ね、目指すところがやっぱり目標があるかな、ね、はい、でもこういう、まあ、後輩というか、はい、下からね、追いかけてくるいい意味で方たちがいらっしゃると、はい、どうすんのリーダーね、ねえ、ということで ね先週もお話ししておりましたが2019年の8月24日土曜日ですね、なんと拓也リーダー、はい、ね、大阪にあります中央公会堂の大会議室、会議室ですね、はい、大会議室で1000人に向けて立ち見も入れますよ、座るだけじゃなくて1000人とりあえず1500人、はい、雇用じゃありませんか、そこでいろんなね超スペシャルな、そうですね、ゲストをお呼びしながらいろんなことをお話ししていきますということでね、はい、先週はそれをまあ曜日の打ち出しをたくさんさせていただいたんですが、はい、肝心なこと聞いてなかったらどんな内容なのにということをちょっとね先週人多かったの、はい、ここだけの話、はい、もうねマイク回す大変だったの必死、私もう時間間に合わないかもってあったんですけれども、うん、今日はちょっとゆっくりお話できそうなので、うん、ね、ぜひその内容を、ま、今大まかに決まっているところだけで結構でございます、うんうん、やっぱりギリギリまでねやっぱり自分も成長していきます、はい、周りの環境も変わっていくと、はい、ここだけでこの話そうと思ってたものも直前に変えるってことはよくあることなので、はい、今のこのオンエアの現時点でのお話で結構です、はい、よろしくお願いいたします。いやでも今本当に言っていただいたような成長っていうのが本当テーマだと思うんですよね。でその1000人をどうやってやるのって思った時に正直自分の中の想像ができなかったんです、うん、ただ私見えてますよ、 ありがとうございます、ありがとうございます。ただ本当についてきてくださる人たちがいて、うん、いつも私もセミナーさせていただいてるんですけど、うん、まあその正直ね理屈じゃないと思うんですよ、うん、で彼が今本当にやったすごいなと思うのは、学生でももう仲間がついてきてるわけですよ、うん、すごい。でもそれって本当に僕はその見えないエネルギーというかね、うん、成長意欲だと思うんですけど、はい、それを自分自身が見せないと伝えられないということで大きなミッションを掲げようとして、うん、でやるきっかけになったんですが、うんうん、テーマはステージというのをテーマにして、ステージ、はい、はい、で多くの人たちが、僕も本当にこれからなんですけど、うん、みんながステージをこうやって変えていく、うん、1個でもいいから、うん、自分のステージをこれをきっかけに乗り越えていこうとか、うん、やっていこうっていうことを全力で姿を見せて届けたいということがテーマで、圧が来る。そうなんですよ、今すごい圧来てます、はい、多分奥様にも届いてますか、せんべい、せんべいがめっちゃ割れると思う、片せんべいが、はい、もうぜひ、ね、いやでも本当そうですね、はい、でもなんかそのそうなんですよ、うん、本当に言葉を並べるのは簡単なんです、そうですね、はい、語彙力があれば、はい、単純に、そうですね、はい、でもそれってねただ一瞬だけで流れたら終わるんです、はいはい、でもその思いとかいうものがその言葉の周りにちゃんと肉付けされてスパーンとその人に届くと一生残るんです、はい、本当にそう思う。でも今ね拓也リーダーのお話聞いておりましたら、あ、もう間違いなく届くな、そして必要とある人しか集まらないなっていう風な感覚がすごいいたしますね、うん、で、まあ、そこを、まあ、今回ねチームがありまして、先週出ていただいた中から代表としてね、うん、タイミキさんにね、うん、お越しいただいたんですが、今のまあお話聞かれて、まあまあ、皆さんグループでね、まあ、側近という方かな、うん、皆さんでこう側近なのかな、うん、ちょっと今何て言ってごめんね、言いながらね何て言っていいのかなと、チームですね、仲間、チームね、チームね、はい、やってますけど、はい、どうですか、やっぱりその言葉を聞いて、うん、ミキさんもこう魂が震えるというか、そうですね、うん、やっぱり、まあ、でも言葉っていうより姿、うん、姿ですね、うん、本当だよね、そこが一番かなと、うん、でもまあまあミキさんもこの、まあ、運営というか、うん、方に関わっていくとは思うんですけれども、はいはい、今ミキさんが思う、あ、こういう方に来てほしいなっていう、女性目線でミキさんの感性で感じる方っていらっしゃいますか、まあ、その皆さんね、自分に戻って自分を認めて自分でいいんだよ、そして乗り越えていこうって、好きなことやっちゃいなよっていうのは多分前提にあると思うんですけど、ミキさんの今の生活だから、お子さんがこのお年だから、なおさらこういう方とかいろいろあると思うんですが、どうですか。そうですね、はい、うーん、同じように、うん、みんなに影響を与えていきたいと思ってる方たち、うんうん、に来ていただいて、そう、リーダー的な立場の方たちに来ていただいて、うん、でたくさんリーダーたちが集まったら、うん、そのエネルギーでまた
たくさん、巻き込んでいけるのかなと思うので、そういった人たちに来ていただけたらなと思っております。すごいね。そして後ろの3人衆も学生3人衆も、はい、もちろんお手伝いというかチームですもんね。はい。で、小さいリーダーはどんな感じで関わってるのは、まあ、どういう方に来てもらいたいですか。学生目線からで。あ、もう学生目線からは、はい、もう学生に来ていただきたいです、ね。まあ、男女問わずっていうところはあると思うんですけど、そのね、やっぱりこのお二人は小さいリーダーのお話で、あ、俺もそうなりたい、こんな風にっていう、多分インスピレーションでついてきてるんだけれども、そうじゃない子たちをもし、あなたがここに足を運んでもらうとするならば、どういうような気持ちでお話ししたいですか。ちょっと難しい、ごめん大丈夫かな、いけるかなもうステージっていうテーマなんですけど、僕自身がステージを上げるためにやっぱり苦労することもたくさん、はい、たくさん、はい、あったりして、もう今もなんですけど、はい、でもそのステージを上げた時に見える景色っていうのが、もうすごく、それも知ってらっしゃるのね、ご自分で、すごい、その感覚っていうのを考えるきっかけに学生になってもらいたくて、その思いを学生に伝えたいです。拍手出ちゃう素晴らしい。じゃあマイクを回していただいて、はい、ちょっと同じ質問でもいいですか。あ、はい、まあ、自分もこのようにやっていて、そうです ね、あの、来ないであろうという人に来てもらうっていう時にはどうですか。もちろんその僕らみたいにですね、はい、こう目に見えるようなこう、そうですね、こう俺もそうなりたいという人はもちろんなんですけれども、はい、何か自分のここを変えたいなって思ってる人絶対いると思うんですよ。いると思う。はい、で、そういう人たちにこそぜひ来ていただきたいなと思っております。はい、お願いします。はい、僕もまだ今ちょっと20歳という若い目線なんですけど、すごいじゃん。あの、やっぱり4回生さんとかを見ていたら、やっぱりちょっと今苦労しているという方がとても多かったので、やっぱりこう今のうち若いうちにこう気持ちを切り替えてこう前に進んでいこうという気持ちを発信していってるんですけど、やっぱりまだちょっと遊びたいとか結構こういう方もいて、やっぱちょっとすぐには行動に移せないっていう方もいるんですけど、やっぱり今ちょっと拓也さんに教えていただいたように、ちょっと口説くという言葉があるんですけど、何度も何度も僕はアタックして、しっかりと気持ちを変えていこうという気持ちで今頑張っているので、そういう子たちを連れていきたいなと思っています。泣けるじゃないか。泣けるというか、いいね、いい責任感がもっと出て、もっとより良いものにしようという力が湧いてまいりますね。なんか本当にお話聞いてて、あの、私がその20歳とかいう時本当にふわふわしてたから、逆に本当にもう今のこの時点で先見の目があるというか、本当に一人では生きていけないけれども、はい、決断するとか動くって自分なんですよね。でもそういうことも皆さんご存知でらっしゃること、そして身をもって頭でも心でも体でも感じてらっしゃることが本当に素晴らしい、しか言葉が出てこない、ちょっとあの弟子にしてもらえませんかぐらいなね、本当に。でもそういう方も増えてくると思いますね。ぜひこの番組をいいね、ツールとして、あの、使っていただいて、頭からお尻も見ていただきたいけれども、自分が話している部分をダイレクトにこの部分聞いてほしいっていうね、あの風にね、たくさんの方に見ていただくのも一つの心に火をつける何かのアクションであったらすごい嬉しいなというふうに思っております。いやー、もう後ろからみんなついてきてますね。やば、 CM 行かないといけない。行きます、はい、CM どうぞ。はい、お帰りなさいませ。もうなんかめっちゃいいね、とってもいい番組。私でも今日あんまり動いてないんじゃない聞いてないもん、よそ見してるもんね動いてた、やっぱり。いや、動いてる、やっぱりね、動かないと調子出ないんですけど。いや、でも、まあ、拓也さん、このように本当に先週のチームの皆さんもそうですが、
このように若い方たちも ね本当に先陣を切ってというか、もう将来の本当のリーダーになられる方たちの、はい、育成ではないけど見せて育成してるっていう ね感じだと思うんです、はい、本当に今からの時代っていうのは、はい、本当に会社組織それはそれで大事で、そこで、はい、すごく性に合う方もいらっしゃいます、はい、やっぱりそこから溢れる方っていうのもたくさんいらっしゃると思いますけれども、ね、このようにね、はい、思考、内面、はい、外見、あと見た目ね、はい、ね、この3つって本当に3つのアプローチって最高だなと思うんですね、はい、内面が私がね掲げてるのは、心が変われば体が変わる、はい、体が変われば心が変わるということをね、はい、歌っているんですけれども、でもまあそういうまたそれもまあ見た目にも入ってくるかなと、はい、なんかちょっと共通な部分ってやっぱり、うんうんね、目指すところっていうのは多分ね最初のところは愛しかないんだけれど、うんうん、それのアクションの仕方がみんなそれぞれ違うっていう形で、うんはい、すごいこの2週すごい私勉強になりましたし、本当にますますねミキさんをはじめ皆さん応援していこうっていう気持ちになりましたね、うん、でもあっという間にお時間来ちゃうんですけれども、はい、まあ、代表してこの2週にわたってどうでしたか、はい、いや、すごい本当にね、はい、貴重な機会を作らせていただいて、いえいえ、うん、でまたすごいね回しがうまく僕たちを引き出していただいてね、本当にすごくいい きっかけとね、でまたその中央公会堂のたくさんの人たちに ね知っていただけるということをなんかこうできたのではないかなと、ね、またそこまでこれまたね、はい、番組をたくさん使っていただいてどういうことを話すのかなっていうのもね使っていただけたらなというふうに、はい、まあ、思っております。あ、はい、まだお時間あるのでどうでしたか2週にわたって。はい、何も考えてなかったらごめんね代表してって言ったもん私今、はい、もう終わると思ってました、うん、今なんか目が振りました私にみたいな楽しかった。あ、もう最高でした。あ、よかったです、ありがとうございます。もう後ろはまとめて言っとこうか、ちっちゃいリーダーあと15秒ぐらいで15秒でごめんね、秒数とか言うなって、はい、もう伝えさせてもらったことがもう全てになってるんで、はい、はい、もう少しでも伝わっていただきたいです。すごいことになるよ彼、ね、もう本当に楽しみ、みんなすごいことになりますけど、はい、でもこのようにね、まず大阪から、そして日本、うん、 そうですね、そして世界、はい、そしてみんなが同じ気持ちになったら宇宙も地球も全部変わっていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、うん、ぜひ皆様のこれからもっともっと応援させてください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。来てね。